おはようございます、こんにちは、こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティです。お相手は私山田大輔と、もう一人この人です。雨も滴るいい男、海坊主です。ね、雨が多い北海道ですけれどもね、はい、このところはもういよいよね寒気がやってきて、うん、ね、高い山では初冠雪があったらしいですね。ね、旭岳でしたっけね、あるそうですけれどもね。で、これの放送日我々、はい、北海道にいないですよ。でもいないですね。ね、名古屋に行ってます、はい、行ってますね。海坊さん、名古屋は初ですか？名古屋初上陸ですね。まだ行ってないけどどうすか？いやでもね、この間その僕の知り合いが本当つい最近大阪行ってきて、はい、で帰ってきたんですけども、うん、大阪はもうやっぱ30度超えてたという話ですよ。で、東京に行った人もいたんですよ、はいはい、東京もまだ暑かったと。ほう、で帰ってきて風邪ひいてましたそうそう10月にね、うん、俺本州に行ってね、まあ風邪ひくよ。まあ違いなくね、その喉にもその寒暖の差やら空気の違いやらで、うん、なかなか良くないじゃないですか、うん、これはもう気をつけないと。いや無理、風邪ひくよ気をつけてもね、無理無理ですかね。無理なのは無理だと思うよ。でね、もうだからどういう感じ、どういう服装で行けばいいのかっていうの困るじゃないですか。そうなんですよ、こっち寒くてあっち暑くてなるね。そうもうだから困ってるわけですよ。困るよね、この時期はね。要は空港に、千歳空港にいる時の格好と、はい、まあ名古屋の今回の空港に着く時の格好は変えなきゃいけない。だからその関東行くよりもまだちょっと暑いんですよね、きっと。そうなんですよね。だって関東行った時ですらその感じを感じたのに、うん、その感じを感じたのにもかかわらずもっと暑いのであれば、うん、私はもう、うん、もう1枚2枚を脱ぐ覚悟で、うんね、いやそういうことになると思うよ、こっちにしても。我々何で行くかというと、牛乳パックで紙相撲というのを、まあ、メロラン FM ビューさんでもね、イベントでやらせていただいたことがありましたけれども、はい、ついに今回、名古屋初上陸ということで、はい、イオンタウン有松さんというところと、あと戸田川こどもランドさんというところでね、はい、牛乳パックで紙相撲、名古屋場所というのを開催するということで、うん、まあ、現地行くとね、名古屋市内の FM の番組に出させていただいたりね、はい、あとまあその他いろいろな方々と交流する機会もありそうですけれども、はい、まあ本当に楽しんでいけたらいいですね。今現在わかんないからそうですね、そうですね。まあそれについてどうだったかっていうのまた来週、再来週ぐらいの放送で、はい、これ2本撮りだから来週喋れないんで再来週ぐらいの放送でね、お伝えしたいなというふうに思います、はい。さあ、そのまあ都会ですよね、名古屋と比べると大きく違う場所に行っているキングオブ秘境駅こぼろの旅。まずはノーサイナのニュースからお送りします。ノーサイナのニュース。おはようございます、こんにちは、こんばんは。ノーサイナのニュースです。おかげさまでノースアイランドは放送通算500回を突破。記念企画として4年ぶりにキングオブ秘境駅と言われているこぼろ駅へ挑んでいます。豊浦町にあります JR 室蘭本線のこぼろ駅、両サイドをトンネルに囲まれており、列車以外で到達することが大変困難な駅です。2011年に一度そこを訪れた山田大輔と海坊主、崖からの転落寸前の状況や海坊主さんが蜂に襲われ断末魔の叫びを上げるなど、ノースアイランド史上最も過酷なロケとなりました。では伝説となった海坊主さんの叫びをどうぞ。どうですか。報道によると、このこぼろ駅が10月末で廃止となる方針が JR 北海道により発表。現在は存続を希望する豊浦町との協議が行われているとのことですが、今回が最後のこぼろ駅ロケとなる確率が高くなっております。さあ、こぼろ駅に降り立った我々にいきなり波乱。
先行の貨物列車が鹿との衝突事故を起こしたため17分遅れで運行しているという放送が入りました。しかし我々はこの放送で肝心の部分、鹿との衝突という言葉を聞き逃したんです。そのため我々は状況がわからないまま駅の周辺を探検するということになります。まず行ったのは小幌海岸へ向かう獣道。4年前には選ばなかったもう一つのルートを選んだんですが、ぬかるんだ地面と断崖絶壁を前に命の危険を感じながら海岸への急斜面を降ります。命綱は腰より低い位置にあるロープと周囲の枝のみ。ここで海坊主さんに悲劇が訪れます。その瞬間をお聞きいただきましょう。どうぞ。ロープ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 ブレーキ、あ、こっち、こっち使えばいいのか。ロープブレーキ、幅切った。ロープブレーキ、幅切った。あ、ほぉーおぉーおぉー折れたー僕今折れた瞬間、死んだかと思いました。ロープブレーキ、幅切った。あ、ほぉーロープブレーキ、幅切った。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 どうですか、枝がポキッと折れたんですね。この瞬間の海坊主さんの気持ちを曲に表すとどんな曲だったのでしょうか。次のように答えてくださいました。そうですね、曲でっていうのは考えてなかったですけど、まあ、ラブソングからの失恋ソングですよね。どうですか、曲名は答えていただけなかったのであまり想像ができなかったですねこの件とたまたま強く降ってきた雨により小幌駅へ引き返した我々、駅ノートや手作りの観光案内を読むなどして過ごしています。帰りの列車までは残り1時間半。この後2人はどうするんでしょうか。続きをどうぞ。なんかこれ個人的にやってくれてるんですかね。そういうことでしょうね、やっぱり。で、あの JR の方々も、本来はダメだけど、まあ、多めに見てくれてるっていうことでしょうね。いや、まあ、多分これを作ってくれた人、雪すごいって。本当だ。1月だもん、これ。ジャニュアリー。1月18日に来てるよ。千葉県、大阪。1月に来てるのみんな、すごいよ。川。いやテレビにね、出てるからね。水瀬さん。埼玉。横浜。兵庫から兵庫、奈良、千葉もいたね。違いましたね、千葉なんかね、すごいね。島根いや、鎌倉卒業してか。箱根、あ、違う、箱崎さんって人なんだね。山口県出てきた。ごめん、ちょっと、この風はあれだ、列車の風だな。行きますね。ちょっと待てよ、持ってかれるぞ、いろいろ持ってかれるぞ、これ。うわ、煙来た、煙来た、来ましたよ、これ。ないってやつ、でもこれ近いんだよ、これ逃げられないんだよな。これ濡れないように抱えて。そうだね、上がってるよ、上がってるけど、いやーもう、いやこの風懐かしいけど、近いってやつね。うわ、来た。なんかいつもより強くね、前より。やっぱ寒いですからね。4年前より風強くないですか、これ。寒いからですよ、でもこの風に。ここは来た、隣人臨時列車、もう見えない。そして雨もまたなんか強くなってきたような気がする。え、臨時って
だからそういうことでしょ、車検をあったから臨時で臨時で修学旅行とかじゃないの？違いますね、修学旅行臨時で行かないですから。いや臨時で行く行く行く、あれ乗ったことあるから。ああそうそうそういう意味で修学旅行で修学旅行で、うん、どうですか風まだ、なんだなんだなんだ、風出てきたのか普通に。なんだこれは。カラスがストーカーしてくるので気をつけてくださいね。東京からの人ですね。カラスなのね。カラスなんてストーカーのうちに入ります、あんなものは。え、書きます？そうだって。うん、そうっすね。あ、20日 ?20 日14時。お、昨日。あ、今日。今日。さっき。昨日の方じゃないですか。あの人だ。さっきの方、東京の方なんですって、あの人。清瀬市知ってますよ、清瀬市行ってましたよ、去年。頑張って階段降りてみました。現実とはかけ離れ、この空間を自分のものにできる、なんて、待ってきます。いい言葉だ。でもあの時まだそんな雨降ってなかったですからね。そうだよね。なんでしょう、青森、青森、今日の青森。やっぱりだから早く来れば、こういう人たちに出会えたんだよ。そういうことですね。うん、なんで昨日も来てるし。なんで俺ら来るとき誰もいねえんだよ、あいつは。鉄道研究会の人昨日も来てますから。なんで俺ら来るときだけ誰もいねえんだよ。これ書きますか。2回来て、2回とも入れ違い。この時間が悪いのか。札幌から上司と二人で来ました。上司もうあなた上司だなんて思ってないでしょ。上司だって思ってたらね、天神を切らせないもの。いや、あの信頼してるからこそ最初何か出てきて俺戻っていいですかって言わねえもんだって。いや、あれはだからあの上司が危ないと思ってあれは上司が危ないと思って、もう抜かるんでたから。上司だと思ってたらそういう行動に出ないもんだって。いやいや、それ抜かるんでたから、あれは。上司と2人で来た。そういう時だけ上司使うんだよ。上司が滑りそうでした、ね。皆さん分かってますよね。上司が崖から滑りそうでした。本当に。落ちそうでした。あれ、皆さん、はい、空明るくなっちゃう。に、雨が、あ、止んできたのかな。これから良くなるのかもね。落ちそうでした。頑張ってください。皆さん、聞きましたか？この部下はこういうやつです。頑張ってくれ。上司が崖から落ちそうでした。頑張ってください。いや前回だって僕死にようのぐらいで逃げてましたからね。いやその前にいたのは俺だろうね。いやその発情それにあなたが死にようのぐらいで逃げ出すから全速力で逃げ出すから、その前にいる上司も全速力で逃げなきゃいけなかったんだよ。蜂の方ですよ、蜂の方はね、ずっと僕逃げてたんで、上司をかばってたわけですよ、あの時は。本当にもう信頼ができない。そっちの方に逃げなかったんですから。ね、はい、僕も書きますか。さあ、これから小幌海岸へ向かおうというところですけど、続々今、疲れちゃいますね。あ、なんか食べた。なんか結構穴に水が入ってる。向こうか。反対。時間が16時45分です。あと1時間と少しの予定です。電車が普通に来ればです。電車が普通に来ればって言うと思わなかったね。あ、また鳥も鳴き出せましたね。どうしましょう。傘。あ、持ちます。どうしますか。守ってくれるならありがたいな。
さあ、これでも僕ね、片手はね、片手はね、重いんすよね。片手はね、さあ、岩屋館の続く道、まず早速木の橋を渡り、横は川が流れてます。なんかあっち行ったからさ、こっちは大丈夫な気がしちゃうんだよね。そうですね、関門は最後のとこぐらいですよ。最後の、 あの橋抜けたとこ、断末魔の叫びのところね。あそこ結構危ないですからね。いきなり2人とも危ないですけど、あそこ結構危ないですからね。人間ってね、すごいよね。そうですね。いや、だいぶぬかるんでるね。ウニ密漁ダメだよって書いてますね。ウニ、ほんとだ。ホタテ、ホタテ。これ雨じゃないもんね。今からホタテが通りますよ。あれ、ちょっと看板が壊れてるよ。4年もあったらね、壊しますよ。全部乾燥になりましたね。岩館、あんなに立派だったのに。岩館の岩館のになっちゃった。もう、重いな。カバンが重いな。カバン重いわ。重いんだよ。あ、重いんだよ。あ、そうだ。これ持っていくのが大変でしょ。大変だと思わない。そんなもん、何を物入れてるんですか。名刺とかたくさん入れてるからですよ。誰に渡してるんですか、乗ったの名刺を。いやいや、フラフラしてるよ、俺今。あ、こっちも危ないから右側気をつけてくださいね。杖いります。杖持ったらさ、手が手が開かないんだよ、いよいよ。いや、これはもうねえ、奥さん、大丈夫ですか、ホタテさん。奥さん、これは大変だよ。ホタテさん。いやー、ここ来た時は最初ね、なんで登ってんだろうと思いましたよね。下がるためなのに、登ってるよ、俺ら、みたいなね。言ってたね。言ってましたよ。今から人が通りますよ、おーい。これは多分、でも前からじゃないですか。そうだね。えぐられてましたね。今からホタテが通りますよ。これホタテって下り入ってんのかな。さっきの収録どうなんでしょうね。歌えてんのかな。意味わかんないよね、この人ホタテって言ってるって。何年かな。いや、それはあなたがスイッチ入れてたか切ってたか。そう音声入ったか、わかんねえや。それはもうあなたのさじ加減です。ほら。うわ、ブーンって言った、ブーンって。ああ、ほらブーンって言ったけど、なんかよくわからんかったよ。だからあれっすよ、虫はさっきから来てるんすよ、もう。これなんだ、今の分は。俺黒だからな、俺。前だから、やっぱり前も、あの岩屋観音から戻ってきてからだったんですよ。ミツバチハチたちが来たのは。行け行けハチ、ミツバチハチ。トペト。カメラ切れちゃった。ほら、やっぱりこっからだと急さが全然違いますよ。そうだね、はい、さっきのだいぶ急角度だったんですもん。だからやっぱりね、ちょっと待ってよ。行け行けハチ、メツバチハチ。もうすでに服がびちょびちょです。小坊ですからね。服がびちょびちょです。はあ、下って下って、そして登る。相変わらず謎の道です。
だから結局これ本当に下がってるんですかっていう道になるんですね結局ね、うん、なんかでもさやっぱり安心度があるよね広さもね広さもそうだしあの急さがないですもんやっぱりこっちでねただここも後半結構来たよねだから最後の方は危ないですよだからあのくぐり抜けたとこねはいあそこ危ないですから気をつけたとこ俺腰痛いの治っちゃったよやった食料法あんなに痛くて歩けなかったのに食料法あったねこういうのもねそうですね行け行けハチ水場でハチ歌は余裕があるもんね飛べ飛べハチ水場でハチちょっと待ったん無輪草です誰が帰ってくれたんですかね無輪草咲いてはいないよね花そうですね白いの咲くもんねああこれこれかあ結構咲いてるとこ見ましたねこれうんやっぱリゾートですねリゾートの音はしますけどね登るな。なんでしょうね。温めてくると登るなこれ。すごい登る。海熱いですよ。右ですよ右。なんかね海から遠ざかるんだよね。そうですね一旦登るんですよこれ。下がりに来たんだよねっていう話してましたもん。言ってたね。いや久しぶりに登るなこれ。登山だよ。これ帰り危ねえな前回帰りっていうのに記憶にないんだけどいやなんか今回みたいに濡れてないんで大丈夫だったんですよそっかあーこれ危ねえ今後ろ振り返ったんですけどこれ帰り危ないっすよ危ねえなしかもロープないっすからぬかるみは危ないウィムさんの格言だね。じゃじゃじゃん。ノーサイランドって長くやってるとだんだん和風になってきたね。そのうちやっぱりあれじゃあの三つおっていうあれみたいに相田三つお先生みたいになるんじゃないの？そうですね最終的に。ウィムさんも。どこまで登るんだよ。まだ登るよ。だから遠ざかってもね、岩屋観音が。あ、すごい天気よくなってきた。うわ、登るな、これ。これ、帰り。今回はここまででございます。時間がね、夕方の5時になって、4年前と同じ、要は獣道に入っていったわけですけれども、小幌海岸岩屋観音というところへ向かうということになりました。まあ、蜂が出そうな感じの雰囲気が出てまいりまして、少し日差しも出てきて、懐かしの、まあ、ゆけゆけハチと歌いながらそうですね歩いてますけれども、やっぱりあれですね、余裕がある余裕があるというふうに言ってはいるものの、はい、大きい声出してるんですね二人とも。そうですね、だからその大きい声っていうのはまあミツバチハッチさんだけじゃなくて、はい、やっぱりありとあらゆる、まあ、生物たち、まあ獣たちね、そうですね獣たちに対して、うん、まあ人間が通ってるよと、いうことを言っていかないといけないっていう心の表れでもあると思うんですよね。あの空気がね、そうですねあるんですよね。そうですね。なぜ4年前はね、はい、カサカサカサっていうなんか謎のそうですね、ね、はい、音がしたんでしょ。葉っぱをなんか触る、獣が触るような音が聞こえたんでしょ。もう絶対今出てくる、こっから出てくるっていうのを思いましたから私は出てこなかったけれども、でまあ、しかもレッドベアも見てますし、レッドベアっていうね、列車がね、はい、通ったりしてるの見てるね、貨物列車の名前がレッドベア、名前がレッドベアだったね。だからレッドベアも見てますから、はい、まあ、おのずとレッドじゃないベアも出てくるかと、はい、いうふうに、ね、思いますよね。
ねえ、まあ最初に行った道よりはね広いんですけど、広いとはいえでもね、やっぱりなんか雰囲気は独特だよね、そこもね。果たしてどうなるんでしょうか。まあもう夕方の5時でね、だいぶ時間も来てるんでね、まあいろいろな獣たちだったりね、あるいはもう蜂たちのね活動もあるかもしれないという、いろいろ怯えた状態で進んでおります。まあ一体この後どうなるんでしょうかということになりますけれども、ノースアイランド今回のこの小幌の旅についても、映像を残してありまして、はい、YouTube でもノースアイランドのこのロケの映像を見ることができます。今回の、まあ、今年行った部分に関してはまだアップされてないのが大半ですけれども、今後どんどんとロケの様子っていうのもアップしていきますので、はい、よかったら YouTube でもノースアイランドをご覧いただければというふうに思います。まあこういうね怖い思いをしていろんな経験をして、はい、ね、我々都会に行ったりっていうね、ギャップを知るっていう、はい、まあこれはこれいいですよね。まあやっぱり都会の大切さというか、うん、お金が通じることの大事さ、うん、まあ、世の中お金じゃないって言いますけれども、うん、お金で解決できることの安心さ、うん、もうだってね彼らはね、うん、お金を出したって、うん、あれもう諭吉さんで横面引っ叩いたって言うこと聞かないんだからそうなんですよね。そうですね、まだだから生き残る術はそっちの方があるわけですよ。まあ諭吉さんだけじゃ、はい、例えば崖崩れだって回避できないし、回避できないですからね、あんなの紙切れ1枚になってしまいますからね。ね、やっぱお金が通じる都会っていうのは、ね、やかんややっぱいいとこだなと。ね、うん、そんなねお札1枚でね、はい、ぬかるみは舗装できないからね、その場ではね、枝なんて折れたもの舗装できないですから ね、ポキって折れたらもう終わりですから、諭吉さんじゃ補強できない ね、そうなんですよ。まあそういったことをね皆さんもちょっとそれ感じ取っていただければなって今回の旅でございます。お相手は私山田大輔と海坊主でお送りしました。ノースアイランドまた来週です。さようなら。